異性のでバンバンザイみゆです。リシです。はい、はい、ということで今回はですね、はい、普段の撮影とかってさ食べたりとかいっぱいしてんじゃん、うん、で今回はちょっと違うものを用意してきたので早速言ってきたいと思います。はい、その名も好きだな、その名も題して題してギネス記録。待って待って、題してって言ったらほんと題したくない今めっちゃうんこ漏れたな。その名もギネス記録を超えてみろ。新しい、はい、ということで、はい、この世の中さギネス記録ってめっちゃあるじゃん、うん、じゃあ例えばめっちゃこういう狭い一部屋に何人人が入れるかとか、それもさ人がやったことないことをさ記録をやればさ、うん、まあ、ギネス記録にも入るっちゃ入るじゃん、うん、でなんか本当にいろいろあんの世界には、うん、で知ってるやつで言うとチャックをこうガーって開けるとか、社会の窓ね、そうとか、あの1個聞いたのはマネージャーからホットドッグをさ、あなんか 300m 遠いとこからソーセージ投げて、うん、パンでこうキャッチするみたいな、そういうのもなんかギネス記録になるの、うん、すごいな、ね、すごいのからくだらないのまで全部がもうあれだもんね、うん、だから今回イラたちも何かやれば超えれるんじゃないと思いまして、うん、挑戦していきたいと思います。おー、いいじゃないですか。今回おのおのやりたいやつを用意してもらったんやん、はい、でそれで本当にここでギネスを塗り替えていきたいと思います、はい、おー、まあ、実際にはいないんだもんね審査員の方は。なんかさ、いない。ギネスをさ登録する時ってさいるよね、認定者みたいにいるじゃん。それなしでうちらの独断と偏見で、そう、俺らだけ気持ちよくなろうみたいな。あーいいじゃん、めっちゃいい。ということで早速やっていきましょう。やばい、うんこ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 。はい、ということで、はい、今回私が挑戦するのはティッシュ抜きなんですけど、今回あの結構さ定番じゃんティッシュ抜きのさ、うんうん、ギネス記録っていう、こうやって時間1分間でこう抜くの、うん、でその枚数が多ければ多いほど、うん、まあいいよねってやつなんですけど、うん、片手のみとか片手のみ、片手か。だから一番なんか分かりやすい例で言うと橋本環奈さんが157枚1分間で抜いてます。これをカノさんが1分間で156枚抜いてるの。7枚です。7枚抜いてるので、これが200枚入ってるんです、1箱に。橋本環奈さんが1分間で157枚ねえちょっとだから今そうなると思ってお前口に梅干しついてるってそうなると思って話を進めたやん、うん、お前もどっか行っていいよ。なんでだよやめて。そういうギネス記録があんの。はい、マイペース。いや、ほんとに薄めてていいよびっくりしただから今回それをやりたいんですけど、はい、まあ、一応3個あるやん。はい、まずルナがこれ持ってきたんで、うん、一旦頑張ってやります。あ、順番に。はい、で、まあ、一回さ、一人一人やっぱ全然違うじゃん、うん、体力とかも、うん、だからみんな一回やってみようかな。おー、いいじゃん。じゃあ1分間いきますね。もう行くこんな。やっぱその人がさ基準になるからさ、この中では、うん、最初ちょっと一瞬ちょっと待って、これで 2,3 枚抜いていい？これって練習ありなのギネスって。橋本環奈さんは練習してたの？家でしてんじゃない？これ家でしてんじゃない？1回だけさ、あんまティッシュ抜くことないからさ、こうしこれ。じゃあ5枚までね。5枚、本当に1人5枚まで練習できる。よーい、スタート。で、こうさ、パンパンなってもいいの？いいんだよ。いいんだよ。いけんじゃん。おい、めちゃくちゃ嫌だよこれ。1で5やん、1回で5やんいくよ、よーい、ドン。無理だわ。あ、いける、でもいける。コツつかめばね、コツつかめばね、うん、よーい、ドンあるから一番もう遅いみたいな感じでやっていきます。このティッシュって何枚入ってんの？200枚。だから今使ったやつはちゃんと自分が使うように自分の棚に入れよう。分かった。準備はいいですか？はい。これ超えたらギネスやからね。オッケー。それで1分数えます。はい、はい、箱持たなくて大丈夫？こうやって。いや、これでいくわ。いくの？オッケー。もう痛いから手が。それではよーい、ドン。めっちゃ疲れるこれ、やばい。抜けてないか、抜けてないか、あるから。あと30秒です。いけるよ、もっともっとハイスピード、いけ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 、もっともっともっと。お、なんか抜けてないのもあるぞ、めっちゃ。だから、あとで枚数数えるよ、小さいも抜いて。早く、もっともっと。20秒いけ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 、残り20秒。やばいやばい、いけいけ、やばいやばいやばい、めっちゃ無駄にしてるって。いけ、やばいやばいやばい、止まんな止まんな、残り10秒。
はい、負けず始まったのに6いけー、4、3、2、1終了です。めっちゃ疲れるこれ、やばい。これ200枚入ってるから中の枚数を見ましょう。待って、ワンチャン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 、いけますよ。じゃあ1枚1枚綺麗に数えていきます。はい、1、はい、2、3。あ、意外と31、32、33、34。え、200枚引く34、166。え、超えたよ。お前ギネス超えんなよ。しゃー、嘘や、嘘だ。おめでとう、ありがとう、ありがとう。でもまあ、よかったね、うん、じゃあ次みゆさん行こう。はい、行きますよ。みゆちゃんはどの持ち方で行きますか？私は抱えます。お、抱えてこうやって取り出していく。本当にこれだって、ここのこのさ動き、そう、大変だよ。じゃあ行きますか。はい、ギス君が166枚ね。はい、それを超えてください。はい、それではよーい、スタート。いけ、あ、いけ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 、結局そうなるやん。ちょっともうちょっと掴めない、掴めない、掴めない、マジ掴めない、マジ掴めない、マジ掴めない、遅いんじゃん。握り替えていい？いや、あ、それダメなんじゃないの？でもまあ、私たちが決めたギネスだからね。そうだよ、遅いんじゃ。遅いんじゃないの？ちょっとおばあちゃんだね、私って。遅いんじゃ。あと30秒で。残り30秒だよ。めっちゃ遅いんじゃ。あー、イラつく。まだ30枚しかやってないんじゃ。あー、もういやー、このギネスも遅いんじゃ。そろそろ40秒経って。本気、本気。みゆさんがムラついてきました。本気なんだって。本気なの？左に変えていい？変えるよ、もう。いけいけ。おっさん、あーもう、あー、ムラつく。あと10秒、苦手ってんだよ。じゃあミュウさん、ムラついてきます。あー、あー、ムラつく、ムラつく、ムラつく。あー、お前、子供か。待ってよ、カセミ。ギシすごいわ、そう考えたら。これ数え、あ、こっちから開け。もう、あの、厚みで見て。あ、もう全然いってないです。ギシ、これの半分ぐらいだったもん。じゃね、結果、論外。なんでよ。測定する気にもなりませんでした。数えてよ、やだ。じゃあ次ルナいきます。はい、頑張って。オッケー、こうでいいんだよね。うん、あとどうする？手は変えても OK なの？いや、もうルナ変えないでいく。あー、オッケーオッケー。右でいくの？右でいきます。オッケー、はい、いきますよ。はい、よーい。ずっとね、このペースを維持できればいける、いける、いける、意外と、意外、待って、意外といけるかも。すごい、50秒。あ、待って、きつい。あ、待って、きつい、きつい、きつい。あ、やけど、ちょっと待って。残り15秒。待って、あ、めっちゃ一気に抜いてた。10、9、8、7、6、5。めっちゃ噛み合った気がする。3、2、1、0です。結構いったよ。え、結構いったよ。うわ、でも結構ある。石よりはあるかも。1、2、3、30、31、32、33、34。おっ、おってこと？165。おっ、超えたー。で、ギス君は何枚？あと166。1個差。じゃあギシがギネスを。しゃー。え、1個差なの？1個差。素晴らしい。まあ、いつでもかかってきて、うんうん、え、こういうのにギネスってさ、変えれるんだね。ね、どこに。ということで、ギネス1ゲット。ずーっと見えたら何のそれ、口角だった。はい、ということで、はい、次私が持ってきたギネス記録は、はい、頭から上でこの風船2個を永遠浮かばせないといけないんですよ。2個？2個。わお。で、このギネスは1分ちょい行ってる人はいるんですけど、すごい。香取慎吾さんは1秒で終わってました。なるほど。で、さっきやってみたら結構大変なの。え、何？ここでも頭で行けばいいの？え、だから自分が下に行けばいいんじゃない？オッケー。だってこうやって、あ、なんか
んで、いきますよ。こうやって。あ、もうこれ、あってやめて。なんとさ、そのさ、やめてそれ。だからもうとりあえずヘリングとかして自分より上に行けばいいの。オッケーオッケー、うんうん、天井も低いな確かに怖え。2個がこう当たったらもう大変。そうね、確かに。じゃあやりましょう、はい、うわー、はい。一番最後行く。サッカーやってるし。いいよ、先行く。先行く、うん、じゃあ行きますか、はい、練習いらないですか。はい、まあ、大丈夫です。じゃあ行きますよ、はい、よーいスタート。いい、あ、いけ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 おーい、おー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 、4秒4秒で香取慎吾さんは超えたってこと。超えたね。わー、やったー。こんな一瞬で終わる気ね。すげー、惨めになるとこれ。てかすげーな、1分の人、ね、どういうスタートしてんだ。いや、もっと高いやん。だからめっちゃドーンってやってんじゃない。そういうことか。頭ドーンってやればいいのか。私、うちらって風船の形もハートであればすごいよ。家の中で難易度マックスでやってるからね。じゃあルナの挑戦です。はい、よーいスタート。あ、待って、あ、おまけえー、2秒98。もう一回していいですか。はい、もう慣れました。お前に。はい、はい、本当に本当に失礼しました。オッケーです。お願いします。じゃあいきます、よーいスタート。はい、3秒67。はい、終了です。はい、ありがとうございました。なんやねんそれ。無理だわそんな。じゃあ、あんま投げない方がいいのかもね。じゃあラスト、はい、石の挑戦、よーいスタート。ちょっと待って、もう一回だけお願い、やらせて。あれ、あ、もういいわ。慣れたよ。あんたのそれ慣れた。もう一回は。いきます。よーい、スタート。ちょっと待って、待って。もう上げたらにしていい？オッケー。せーの。いける。お、お尻痛い。6秒6。いや、こんな無理や。いや分かってたよ、みんな無理だって。いやけどさ、人のお尻ってこんな痛いんだね。そう、俺って昔からお尻痛いの。え、いくよ、俺、本当にお尻痛いの記念日いける。腹立つわ。あ、めっちゃ腹立つこいつ。やってもらって、めっちゃ痛いから片方の足にめっちゃやってくる。いきます。なんか、なんか怖すぎ。いや、尖ってない、あの、なんかそれなんか違うとこ。違うところじゃない、それ金玉袋に当たった。でかすぎやろ。ここがゴリゴリするんだけど、ずっとここにふにゃふにゃ。金玉袋に当たってる。はい、ということで、僕金玉ギネスでした。はい、おめでとう。ありがとうございます。なんかね、あの袋がおばあちゃん、別に。なんかね、やだし、金玉ギネス。その袋をさ、こんだけ伸びる。あー、伸びなさそう、俺。もう行こう、次。うん、次行こう。はい、ということで、はい、続いては僕のギネスチャレンジでございます。おー、何をするんですか。浮き輪くぐりです。おー、どういうこと。まあ、だからちっちゃい子がやってるんですけど、30秒で12回っていうギネス記録があるんですけど、なんか少なく見えるんだけど、まあ本当に体を1回浮き輪からくぐって1っていうカウントです。全身を通したらいいのね。そうで、ちっちゃい子はこうやってやって、これでぐるって入って、でまた足出してこうやってぐるって入ってっていうのをやってます。え、どんなくぐり方でもいいのこれ。いいんじゃない。まあ1回やってみましょう。はい、あ、はい、え、これ本当に何でもいいんだよね。うん、一旦くぐれるか。やばい、最高。これで。お、いけるんじゃない？こっそ。いけるいけるいける。マジで12回よ。オッケー。え、すげえそれ。マジ最高。危ない。来ます。はい。それではみゆさんの挑戦です。よーい、スタート。確かに。いや、多分服もあると思う。これやったら、
お願い、ラルメリー試作会。あ、待って、あ、いけるいける、あ、いける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 、それでいく、それでいくわ。オッケー、それではルナさんの挑戦です。こうか、よーい、ドン。待って、いける、すごいすごい。これが一番いいの。めっちゃ速い、めっちゃ速い、いけるいける、残り15秒、いける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 、頑張れ頑張れ、いけるいける、10秒切ったよ。待って待って待って、いけるいける、5、4、3、2、1、終了。よかった、うわー、惜しい。11、え、あんた本当にからこれでいったね、もっといく。お前さっきは脱がないって言ってただろ。いや、現実味を帯びてきたね。一回練習してから一回やってみ、今なんでやってみて。ギシこそさ、ポッでいけそうだよね。縄跳び方式は絶対無理。いや、ちょっと穴が小さすぎるんじゃない。あ、無理か。それ逆にしてみたら。あれ、逆逆、頭ね。うん、あ、大丈夫、肩幅、最近筋トレしちゃってるから。あ、それいけるいけるいける、いけー、いけるね、手さ、もうキュッて縮める。そうね、オッケー、いくよ、オッケー、よーい、スタート。お、いい、いい位置、いい位置、いけるいける、いけるいける、いけるいける、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 諦めんな諦めんな、早いんだ早いんだ、やり方、いけ、早くいけ、残り15秒、いけるいける、いける、いける、やばい、頭の匂いすっごい。普段はさ、ジミー・オニソンがいい。3、2、バイバイ、バイバイ。ちょっと待って、最低、なんか10回よりも強烈な匂い。待って、これ頭の匂い嗅がせるギネスだよな。わ、ギネス塗り替えた。逆にすごいよね、今のさ、ふわんふわんが来て、ミート棒がね、もう臭くなっちゃって。え、お風呂は入ったの？入ってる入ってる。もったいないね、なんかあんたって。最近ちゃんと本当に入ってるから。いとこがやっぱりお風呂入ってないから。早いやつか。どんだけ臭いん？少年は13回。12。12。あと1回できた。そう、惜しかったみんな。まあ少年のためにも。うん、そうね。ここは取らないでやるか。うん、大人ですからね。一番大人決めてる。じゃあ次行きますか。はい、ということで次のギネス記録のチャレンジはなんかギシ君が持ってきたんですけど、あのポップコーンを。あ、これ俺？ないか、俺か、忘れてた。誰やねんこれ持ってきたのって思った。なんで説明してんのルナなんだろうってずっと思ってたよ。これポップコーンを焼くやん、うん、焼いてあの飛び跳ねんじゃん、うん、でそれをなんか素手でこうやって取るらしいの。無理だよ。でそれを1分間の間に何個取れるかっていうチャレンジなんですけど、ちなみにギネス記録は336個。でもなんかいけそうな、でもさ、どこに飛んでくるかわかんないから、それも怖いよね。だからキャッチしなくてもいいんだよね。ポーン、スッ、ポーン、お皿とかじゃなくて手で取ればいいの。じゃあやるで。はい、頑張ろう。シミュレーションしとこう。いや絶対油熱いと思うんですけど。どうですか？熱いと思います。いけるいける、いくよ。3、2、あ、無理だよ。スタート。あ、無理無理、あった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 、熱い、いや無理だよこんな。リンク取れよ。あ、無理無理無理、あった、
らい、これぐらい、はい、最近料理やってます、見てください、これ以外です。え、お皿持って、お皿、いや自分で入れるし、いやお皿持ってってダメだよ、こいこい、よかった、お皿、はい、ここおいで、私たちはここにいた、邪魔はしない、ほらほら、え、入れてくれねんな、うん、こう持ったらこうやってやる、もう私の作戦はそんなのできんから、これやれよ、じゃあもうちょい前の方がいいよ、大丈夫大丈夫、前行きな、絶対取れないから、これ初めて着る服だから、そんなのできるしないよ、いくよ、はい、3、2、1、スタート、一回ちょっと揺らしてみる、一緒にもう一回やろ、いけ、よーい、ドン、いけ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 、なんか全然飛ばない、あ、飛んでた、かい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 、あ、いけ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 るよ、あんた、やけどしないでね、フライパンで、あんた、やけどしそう、ほんとに、あ、いけいけ、怖いよ、ちょっと、ちょっと、ねえ、飛ばないよ、全然、なんか本当にやりこたえないんだけど、もう一回いく、悪いことしてない、滑ったみたいになってるもんな、なんか本当、ね、もう一回いく、ないね、油少なかったのかな、少なかったかもな、ということで結果、はい、みゆさん3つ、あー、なんか悔しさもないです、これに関しては油結構引いての方がいいかも、そうしよう、うん、なんか良かったね、最後でいろいろと学ぶこと多かったね、油結構引いた、うわー、あらかじめ油入ってる、多くないか、私が超底辺 YouTuber、 これぐらいでいく、いいんちゃう、あ、もう出した方がいいんちゃう、それでいこう、出した方がいいんちゃう、なんか多すぎてもうそれが土台で、出して大丈夫、今待って、今飛んでくんのやばいね、マジ頑張れ、36個、すごい量だよ、めっちゃ揚げ物みたいになってる、大丈夫大丈夫、じゃあ3、2、1で開けます、はい、3、2、1、スタート、回数がギネスに載ってる、こうなんでできそうなやつ選ばなかった、こうやってやって入れてやるやつ本当だよ、何それ、なんかそれが256回だった、なんかこうこうやってやってボールをこうやって、あともうずっとこうやってやるだけ、だってさ、その頭の上にさボール乗せるのもめっちゃ難しいんだよ、サッカーやっててもできる人あんまいない、できると思った、ここが待ってる、やっぱミュウだからできると思ったの、なんで今まで3人でやってきてさ、ね、ここだ、ここが一番バランス取れるんだ、それでも難しいでしょ、だからミュウができると思ったのって、できると思っただけだよね、じゃあ、行きます、え、50何回出た、250 256回、じゃあやります、はい、はい、それじゃあミュウさん本番です、はい、ギネス記録が251回、251回ということで、皆さんは超えれるのか、いきます、はい、よーい、スタート、はい、続いての競技です、はい、続いては T シャツ何枚まで着れるのか、これね、結構ね、うん、いける気
化するんだよ。いや写真見たんですけど、本当にもう頭こうやってやって誰かがここの首を引っ張ってあげないと息ができなくなるぐらいまで来てました。海外の男性はで最高記録が260枚。でもさ、でもやっぱ海外の人ってガタイいいからさ、その時 T シャツ着てたようなもんじゃん、その元々のガタイが。確かに考えたらいけるよ。いけるよね、うん、じゃあめっちゃ細いディスク。いや見るでしょ。ねそれ何顔の前に出てくる。一部に出た。何出たよ。T シャツ着る人を、はい、何決める？ゲームで決めようかなって。でかでかくない？でっけ。でかゲームで決めようかなって。はい。ケンケンして用意ついてってだけ。おいいじゃん。もう何してもいい。頭にもいいんだよね。いいよ。うん、じゃあいきます。よーいスタート。ダメだって手しか手しかない。手同士手同士。あ、そういうこと。体はだって勝てちゃうじゃん。ギネスの記録を抜きたいと思います。なんかゲームで決まったのに途中あ、なんか私やりたくなってきたそうって言ってやるらしいです。なんかこういうのね、企画でしかできないなと思って。まあ確かにね。しかもいつも義士じゃん。うん、いつも義士だなと思ったら、うん、そうだゾルの体が勝手に動いてました。おお、えらい。そうだそうだ森本。いやそうだそうだ、いつも平等にゲームしてて負けてるだけで、 それをそうだそうだそうそうそう。よしや、お前のもう一回なんだ。え、自分もこうお前だけ今日何回言っただろう。はい、ということでこれは時間制限なしで無限に生きるんですけど、はい、本当にギブってところでやっております。ギブって言ったらやるんやん。あれはもう俺ら帰るんで。なんでやねん。どうにかしてください。次も撮影あるわ。はい、ありますね。じゃあでもまあこれポイントはちっちゃいサイズから着ることが大事だと思うんでね、うん、S って書いてあるからこれを私に着せてってください。はい、はい、お願いします。じゃあ開始。はい、着れるとこまで自分で着ていくわ。 OK、 から僕が手出してね。大丈夫、僕が手出してね。おいよ。SS 1枚。これで 5? もう結構きついけど。結構きつい。もう SS がきついわ。 S 行きたかったら言っていいかね。うん、でももう SS はあとちょっと。ちょっと OK、 OK、 平均値サインかけない。 OK、 Thank you。 OK、 バチ当たったんだよ。もういいから、早いからやるの、あんたもう。 Sorry boy。 何やねん、あるだろ。次は S。 こっから S 行きます。おお、髪の毛も T シャツに入っていった。あ、ちょっと待って、腕がやる。もし仮に今おっぱい触ったらさ、まだおっぱい触られてるなってある？うん、わかんない。セクハラになる。なるって。なるか。うん、だってあのさ、世界記録の図見たらさ、多分おっぱい触ってもセクハラなんないじゃん。なんないなんないなんない。何枚でセクハラになるか今回検証してます。どうやったらさ一番来やすい。確かに。あ、あのさ、手まっすぐしてこう入れる。辛くなったらもう俺らで右手の後ろ持って引っ張ってもこうやろう。あ、上向いて待って。おお、いいいい、楽です、楽です。え、でも脇締まんなくなってきたよ。マジ？うん。今何枚ですか？17やって、これで。17？ ゲー。でもこれで言ったっけさ、あれじゃない？脱衣企画の枚数ぐらいじゃない？まだね。どうなる？ルナだって1回これできたじゃん。そっか。お前さ、痛いからまだ。まだ痛い。せーの。あったギシ。え、どっちがいいの？胸張った方がいいんちゃうの？首締まらん？まだ大丈夫。じゃあ M 行くよ。はい。ちょうど今で木村フィリップミノルぐらいかな。おー、いいいいいい、ミノル。え、てかフリーザーみたい。いや、褒めてない。
色味がね。よし、結構でしょ。はい、うわー、めっちゃ脱ぐこと考えたらやだ。もうやなんだけど。おい、なんか書いとるやろ。なんて書いとるの。ぎし、はい、あと、やって、あれ言ったっけ、俺の新大久保の話。うん、聞いた。車のね、うん、韓国人の話。なんか新しく韓国料理食べに行ったんだけどさ、うん、韓国料理のさ、店員さん韓国人だったの、うん、どっちも韓国人、店長も副店長さんも、うん、そしたら、すいません、岸さんですか。え、韓国人の方に、うん、え、めちゃくちゃ好きで見てますみたいな、うん、サインを書いてさ。え、マジで。皆さん行ってみてください、関東の思い出。え、関東の思い出で、うん、私も行こうかな、関東の思い出好きだよ。そうだから俺も関東方形の思い出みたいのをその男さんにで語って、楽しかったっていう、俺の関東本家の思い出と関東の思い出さんのスペシャルコラボサムギョプサルみたいな動画撮りました。やばい、優がだんだん関東の思い出みたいになってきたよ。今火星の思い出やな。首しんどい。ね、手がやばい、見て、血管が浮き出てきた。ほんとだ、やばくない。めっちゃされてんねん、ここが。え、ほんまにしな。え、めっちゃ色悪くね。ね、まあ、色が悪いっていうのは結構元から説はあるんだけど。ここさ、一回引っ張っていい？介護やん、こんな。悪いね。悪いよね。ごめんなさいね。あはっ、あはっ、じゃあ、引っ張って。引っ張るぜ、引っ張るぜ。おい、デブ。自衛隊やって。どうして。やっぱデブじゃねえ。もういいから、そこさ。まあ、早く帰ろう。100行って顔真っ赤になったら、いや、もう次の、うん、しばらく出れない。バンバンザイの撮影に、それでもいい？いや、出るの？よくないやろ。ちょっとサイズ上げるわ。うん、もう大丈夫、自分でやる。こっちが熱そう、めっちゃ熱そうなんです。確かにこれってもうどっちが辛いのか分かんなくなってきた ね。じゃあ交換しなよって。あ、でももうあれだね、お腹と胸の区別がつかなくなった。親方、親方、親方、しっかり。もう無理だって。はい、手元だけめっちゃ光って。お、いいんじゃん。いいやん。お、切れる。 S 行ってみる。おお、なんか硬くない、なんかもうむしゃんってくる。ちょっと小休憩したので、はい、なんかもう一回いきます。はい、はい、もう限界だったらもう言うな。はい、いくよ、せーの。これサイズなんぼ？もう一個アップしよう。ここで55、4、55いこう。座って、座って。あ、もうギブしたい。ギブしたいよ。オッケー、トマス70いこう。今何枚？今60。あと10枚。無理無理無理だって。もう見て、待って、もうおかしくなってきてる。やばい、怖い、怖い、待って、血が止まってる。お、やばい。え、こんな、なんか、いや、本当に息できないって。あ、ちょっと起きなくないし。おい、このデブを。本当に限界。え、まだいける？無理？あ、いける、戻った。一回脇の運動しよう。こうやって脇を開けて。
っと上に上げて。無理だなぜここ。今何枚？今63。リーザー。おい、破れねえ。破れねえ。もう無理なんだけど。なんかイラついてくるまして。一回寝転がってみていいよ。だってさ、こうなるじゃん。さもう起きれないんだよこっちで。すごいね。もういけたいけた。はい。はいじゃん。下半身軽いもんね。下半身めっちゃ軽い。待って、今が63やから。はい。70。行くまでに無理やったらもう諦めて、okay. よっしゃ行けるとこまで行く。もうこれはもう、はい、このあれだけでもすごいから、うん、オッケー。待って、行けるか。行けるよな。行ける。行ける。あと3枚で70、okay. もう約3枚って。行くで、もう私のこの秋じゃない。誰だよ誰だよ今の私に喧嘩売ってみな。弱えよ弱えよ。すぐ飛んでくよ。あと2。いくね。もう早く。やばい、マジやばい。はい、いける。あと1、あと1、あと1、あと1。はい、ラスト1で70。いくぞ。はい、せーの。あー、 70。 はい、ギネスでもない何とも言えない記録でした。もう無理です。鼻もかけましょう。ヘッドスパしようとしただけ。あ、でも頭臭くない。いやーだよ、もう頭臭くない。まずか、折れるで。ちょっと待って、ここじゃ。せーの。オッケー、オッケー、そろそろそろ、オッケー。ということで今回いろんなギネス記録を、はい、挑戦したんですけど、はい、壊れたのがティッシュの抜きだけです。意外と本当に私たち簡単と思ったんですけど、はい、結構難しいことが分かったので、それでまた挑戦していきたいと思います。はい、ということでこの破るのはサブチャンでやるので、ぜひ皆さん見に来てください。はい、ということでこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。いくつもいくつも